なんかやっと実感ちょっとずつ湧いてきて、でも本当に終わっちゃうかもしれへんっていうのが寂しいです。どうしよう。でも楽しみです。めっちゃワクワクしてます。やっぱ久しぶりに会える人たちも嬉しいし、やっぱ自分たちが頑張って準備いろいろしてきたのが形になる日やから、それがめっちゃ楽しみです。すごいな。拓也君とは中学校からの付き合いがあり、僕の親友でもあります。そんな拓也君が鈴葉さんという素敵な方と出会い、このような晴れの日を迎えられたことをとても嬉しく思っております。これからは2人で幸せな家庭を築いていってほしいと願っております。お二人のご結婚を祝しまして乾杯。もうやばいで、だってあと1時間後には始まってるよ。バッチリ。ありがとうございます。嬉しい感じ。めっちゃ可愛い。可愛い。今日のこの式を見て、まあ、これからの楽しみが一つ増えたのと、幸せになってほしいなと、それだけですね。組んだことあるかなってぐらいですけど、たくましくなったなと思いました。まあ2人のね、これからの行く末、ほんまに手と手を取り合って、また鈴葉は拓君の背中をいつも通りこれからも押していただいて、本当に5年10年20年先、今日という日が俺たちの結婚式英式やったなっていうふうに思い返せるような日々をこれから送っていってもらえたらなと思います。私たちは2021年から交際を始め、3年記念日の2024年1月1日に入籍いたしました。3年間幸せな日々の中で何度もぶつかり、少し距離を置いたこともありましたが、その度にお互いの大切さに気づき、そのこの先に共に歩んでいきたいと感じるようになりました。これから何十年と2人の生活が続きますが、周りの方々からもらった優しさを忘れずに、お互いを思いやりながら温かい家庭を築いていきたいです。鈴葉の字や。めっちゃ久々に見た鈴葉。
パママへ、今まで25年間愛情たっぷりと大切に育ててくれてありがとう。今日このような幸せな日を迎えることができたのは2人のおかげです。もうなくてはならない存在ですね。もう最初の子やしね、うん、特にもう思い出はすごいたくさんあるし、子も最初立ち会って、はあ、なんか自分がこう父親になったね、これが我が子かっていうのをすごい感動したっていうのを覚えてて、はい、やっぱり2人がいるから私はここまで本当に幸せだと感じる人生を歩んでくることができました。その人生の中で2人が育ててくれたありのままの私を愛してくれる拓也と出会いました。パパと同じようにどんなに朝顔がむくんでいても口を開けて寝ていても可愛いと言ってくれる人です。2人が大切に育ててくれたように次は拓也に大切に幸せにしてもらいます。そして私が拓也を幸せにします。きれい。いきますよ。